永久磁石同士が引き付け合った、陽性永久磁石とは、外部から磁場や電流の供給を受けることなく、磁石としての性質を、比較的長期にわたって保持し続ける物体のことである。強磁性ないしは、フェリ磁性を示す物体であって、ヒステリシスが大きく常温での原磁が少ないものを、自家して用いる。永久磁石材料に関する日本産業規格として、 ジス C2500 に、その主権法に関する企画として、ジス C2501 が存在する。実例としては、アルニコ磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などが永久磁石である。これに対して、電磁石や外部磁場による磁化を受けた時にしか、磁石としての性質を持たない難鉄などは一時磁石と呼ばれる。1930年、日本の夜勤学者、 三島特質は、鉄ニッケル合金の磁気非可逆性について究明する中で、鉄にニッケルを加えたニッケル鋼は磁石とならないが、この合金にアルミニウムを加えることにより強大な永久磁石となることを発見した。これにコバルトや銅を加えるなどの改良の末、1934年6月23日に、教磁性合金を発明して特許を取得した。 あらゆる物質を構成している原子は原子核と電子からなる。電子は電荷を持つと同時にスピンという性質を持つ。スピンとは電子の自転運動に相当するもので、このスピンによって電子そのものが磁石としての性質を帯びている。原子はそれ自身の陽子と同じ数の電子を持っている。例えば鉄原子は26個の容子を持ち、26個の電子を持つ。 これらの電子のスピン同士は、お互いを打ち消し合おうとする性質を持つが、打ち消しきれずに余ったスピンがあると、原子そのものが磁石としての性質を帯びる。例えば、永久磁石を作る上で重要な物質である鉄、ニッケル、コバルトでは 3D 軌道と呼ばれる、電子軌道に余ったスピンが存在している。多くの物質中では、熱上乱によって、原子の内角電子の向きが乱されるため、 物質全体としては、磁気モーメントを示さない。物質全体が強い磁気モーメントを示すためには、互いの原子間に強い原子間交換相互作用を持つ必要がある。このような物質を、強磁性体と呼ぶ。強磁性体では、隣同士の原子に属する電子や電動電子による交換相互作用というものを中立ちにして、スピンを揃えている。 強磁性体を加熱すると磁性を失ってしまうのは熱上乱エネルギーが交換相互作用エネルギー。正確に言えば、ここのモーメントを束ねるマグノン冷気エネルギーを上回ってしまうためである。強磁性体内部は微視的に見ると軸と呼ばれる多数の領域に分かれている。それぞれの軸はある方向の磁気モーメントを有しているが、 それぞれ軸の磁気モーメントがバラバラな向きを持っている。生じ状態では、お互いが打ち消し合うために、全体としては、磁気モーメントを持たない。ただし、一般に、人為的な生じ操作を行わずに、生じ状態の強じ生態を見ることは稀である。強じ生態に、十分な磁界をかけて一旦すべての磁気モーメントを、外部磁界と平行にすると、外部磁界をゼロにしても、磁気モーメントを生じる。 これを残留時化もしくはリマネントと称する。残留時化をゼロにするには逆方向に外部磁界を因果する必要があり、その値を保持力という。永久磁石では最大の残留時化 B とその時の外部磁界の値 H の積、う m a x が性能指針として用いられることもある。天然に算出する磁石として磁鉄鉱が挙げられる。古代からよく知られている磁石。 磁鉄鋼と算出されていたのは、この酸化鉄である。現在でも砂浜で永久磁石を砂中に入れれば十分に視認することができる。羅針盤の指針を磁化することなどに用いられてきたが、非常に微弱な磁石である。20世紀に入ると、実用に十分な強度を有する磁石が人工的に作られるようになってきた。永久磁石の原料として、サディーセイ元素の鉄。 コバルト、ニッケルが挙げられる。単体が室温で、強磁性を示すのは、これら3つの元素のみである。さらにランタノイドのサマリウム、ネオジムも磁石の原料として挙げられる。単体では、強磁性を示さないが、4F 軌道に余ったスピンが存在するため、これらを原料とすることで強力な磁石が実現できる。なお、4F 軌道電子はスピンとともに、 起動運動も自制に寄与している。ありがとうございます。